じゃあ頭はね、作って、まあ一応形を整えて、まあボンドまだ入れてないんですけども、胴体ね、作っていきたいと思います。まあ同じなんですけど、まず24枚出してもらってですね、8枚ずついいかな。底を作ります。ボンドを入れて、これをですね、あと3個、あと2つか。普段こんな作り方しないんですけど、ちょっと指が滑るもんで。まあ、白でこんなことやるとですね、すぐ固まっちゃって動かなくなるんですけど、赤とか色付きのやつだとくっつくまでにちょっと時間があるもんで、こうやってやってから中に入れても大丈夫な場合もあります。まあ赤ぐらいかな、こんなね、やり方できるのは。こんな感じですね。はい、ちょっと指が滑るんですよね。はい、これで底が出来上がりましたんで、ここからね、積んでいきたいと思います。はい、7段目まで終わったんで、今度は減らし目をしていきます。こういう感じで入れてってください。
これでちょうど割り切れますんでね。で、まあ、こんな入れ方してると曲がりやすいんで、こっち側からもね、入れてって。で、こうすると18枚になります、上は。あ、16だったかな。はい、じゃあ次入れます。で、3段入れます。はい、じゃあこれで一旦胴体終わりです。あとね、ボンドを入れたり足つけたりするんですけども、あと首つけたりとか、足つけてからね、首つけた方がいいんで、まあ、一旦これで終わりです。はい、じゃあですね、胴体組み終わりましたんで、今度足、靴か、靴をちょっと組んでいきたいと思います。ボンド入れながらやっちゃいます。5個取ってもらって、まあ後でボンド入れてもいいんですけど、どっちでもいいです。やりやすいようにやってくれれば。まあ、入れながらやった方がやっぱり頑丈ですし、後でボンドがはみ出たりもしないから綺麗なんですけども、間違っちゃうとね、ちょっともう修正が効かないので。
までだったかな。もうここできたもんが1個あるんですけど、1,2,3,4,5,6,7,7でいいな。でこれ減らし目入りますよ。こんな感じで入れてもらって、でこの2つは普通に入れてくれればいいです。で下を作るんで、下っつが後ろボンドをですね、このように間に等間隔に入れてもらってですね、ここにこう底を作ります。でまたボンドを入れて、このようにで間の1個だけはちょっと挟み込んでもらって、でまたボンドを入れて、こんな感じで。ここの段を入れてしまえばね、まあ、あとはもうくっついてますんで大丈夫です。はい、これで足完成ですね。ちょっとねこれだとちょっと少しこう押して平たくしてください。これで OK です。これをもう一個作ります。はい、じゃあですねちょっと足をちょっとつけていきたいんですけども、少し動きを持たせたいのでですね、とりあえずまずはここに足をひっつけます。とりあえず1段目をつけたので、次にね2段目なんですけども、2段目はですね二重折りしたやつを使っていきます。二重折りですね。で必ずボンドを入れて、まず端っこをつけて、これとこれともう一個、どれだ、ここだ。こんな感じでこういうふうにひっつけます。はい、じゃあ続きですね。少しここに足をつけたので、少しここの前目の位置にですね、このようにボンドを入れて、また入れます。で、またボンドを入れて、
はい、あとはですね、首のところをちょっとつけていきます。こっちが前になりますんで、ちょっと後ろの方で、ここが真ん中、ここが真ん中ですね。こことここが端になるんで、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ここが真ん中になるんで、ここを元にね、首のあたりを入れていきます。裏刺しになります。この首のところはね、ボンドを固まる前にね、入れといた方がいいですね。僕はボンド先に入れちゃったんですけど、先入れないでやった方がいいのかもしれないな。ちょっと固まっちゃうとですね、こんな感じで組みにくくなってくるんで。で、2段入れてしまえば終わりです。で、これももう用ないんで抜いちゃいます。で、ボンドを入れてですね。こんな感じです。はい。じゃあですね、足をね、ひっつけていきたいと思います。まずですね、こことここんですね。あ、もうちょっと内側の方がいいか。失礼しました。こことここだな。こことここ、失礼。に入れて、爪楊枝ですね。爪楊枝をちょっと入れていきます。あ、いまいち入らないな。ちょっとやっぱり穴開けた方がいいみたいなんで、穴を先に開けます。まあ、やっぱり爪楊枝だけでいけるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと難しいですね。でですね、ここにまたボンドをひっつけてもらって、ここの間のところですね。間のところに足を入れます。ちょっとね、こういう感じで。で、こっちもボンドを先に穴開けちゃおうかな。ボンドを入れて、またここに爪楊枝を刺します。まあ、あんま刺しすぎちゃうとね、出てこないんで、だいたいこのぐらいのあれでいいと思いますけど。で、またここに入れます。こんな感じで、まあ一応立つんですけど、ちょっとこれだけだとちょっと不安なので、尻尾もねつけて、それでね、三点倒立みたいな感じでちょっとやるとちょうどいいと思います。ちょっとまだ乾いてないので固定してないんですけど、これでまあ首と手をつけて終わりになります。